はいどうも、マナマンです。ウィーレアプリ、今週の注目選手ガチャ、引いていきたいと思います。クラブセレクションはナポリが来てて、週末活躍した J リーグは、こんな感じですね。まだ、2ゴールした選手が多く選ばれてますね。アデミューソン選手とか、鈴木武蔵選手、あと赤崎選手も確か2ゴールやったっけ。ちょっとうろ覚えで、あれなんですけど、神戸も勝ったんだけどな、選ばれてないっていうね。中村健吾選手はフリーキック決めてたよね。だから多分フリーキックの精度がやっぱ高いんじゃないかな。うん、この辺の能力はやっぱり高めになっているかなと思ったけど、グランダーパスのが能力高いね。フリーキックの能力上げるかと思いきや、まあそんな感じですね。まあこのガチャから引いていこうかな。てや、まあとりあえず足の速いフォワードの選手欲しいかな。木田選手かな、間違ってたらごめんなさい。名前が、さあ2回目、お金来たよ。チアゴ・マルチンス、スピードどんなもんなんだろう。センターバックでスピードある選手欲しいよね。69、71、ヘッダー持ち、まあ、J リーグスカットも組んでみたいからね。 FP で J リーグスカット組むっていう感じかな。お、また金来た、来たね。福森選手、センターバック揃った。瞬発がちょっと少ないかなっていう感じやけど、バックスピンとピンポイントクロス、サイドバックもできるかなっていう感じか。さあ次はこっち行く、まあファンダイクとかルカクとかいるんで、まあこの辺りが欲しいかなっていうところですね。では行きましょう。サークロー、アレハンドロ・ゴメス、あ、金か。アランギス、さあ黒だけど雷なし、ラギティッチ。さあラストはナポリ。ナポリは優秀な選手が多いので、まあどの選手が当たってもいいんですが、まあミリークとこのジエリニスキ選手あたりは外れかなと。まあ、その他の選手はまあ当たりと見ていいんじゃないかな。まあ、アルビオルはちょっとスピードがないのかな、確か。まあ、その3人、この3人以外だったら誰が来ても当たりじゃないかな。さあ、全部黒。いやー、ハズレだなって言ってる選手を引いていくんですよ。よし、雷来たよ。総合値高い選手は当たるのが確定したけど、お、アラン選手来ましたね。この選手めっちゃ好きで、根安が8なんですよね。この根安8優秀、そしてスパサブ持ちっていうね。
これは素晴らしい。控えにいてもいいしね。さあラストはギリギリ選手を当てていく。ハズレでしたね。いやどうやったやの。引きはあまり良くなかったかな。惜しい選手がやっぱ引けなかったっていう感じがする。ってことで、今週の注目選手ガチャはここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。